皆さん楽しみながらお聴きください。先ほどお送りした曲はマツケンサンバです。この曲は2004年にリリースされた曲です。アップテンポで乗りやすく初めの曲としてふさわしい曲でした。1年生の子たちにダンスを踊ってもらいましたが、1年生の子たちのダンスとっても良かったね。すっごく良かった。改めて1年生の子たちに大きな拍手をお願いします。2018年頃朝の連続テレビ小説で人気だったドラマ、あれかな、ハーフブルー赤いだっけ。ちゃうよ、ハーフブルーや、ハーフブルー。え、ハーフブルー半分青いだよね。いきなり英語でしかも関西弁、
そやそや、半分青やねん。あの主題歌ええよな、私めっちゃ好きやわ。主題歌はカタカナでアイだよね。っていうかまだ関西弁、まだ続く感じ。アイデアって曲はアップテンポで明るい曲、ついノリノリになってしまう曲やねん。星野源の曲だよね。ノリノリで私はめっちゃ好きやわ。あれ関西弁映っちゃった。それでは半分青いの主題歌でアイデア、みんなで聴いてな。Thank you.
ては小さな声の歌を演奏します。この曲は2001年にモンゴル800というバンドの方が作った曲で、今でも歌い継がれている有名な曲です。皆さんも一度は聴いたことあると思います。ホルンとサックスの温かなメロディーから始まる恋愛ソングです。知っている歌手のがあったら歌いながら聴いてみてください。それではどうぞ。Thank you.
お送りする曲は1974年学園天国です。この曲はフィンガーファイブという人気グループが歌った大ヒット曲です。本日演奏する曲の中で最も昔の曲となります。本日はお聴きいただきありがとうございます。最後の曲となりますが、一緒にゾッコン作一を盛り上げていきましょう。それではどうぞ。Thank you.
さからお願いいたします。その中の方々にいただいて、これからの活動あるいは大会でですね、まださらなる功績が出るようにですね、ぜひ皆全員ですね、ご支援していただきたいと思ってますので、どうぞよろしくお願いします。本当に皆さん今日はありがとうございました。ありがとうございました。